動画5本上げてきてる間にテレビつけたら吉本新喜劇やってて、ちょっと見ちゃったっていうね。でちょっと遅れてます。今1時5分50分になっちゃいましたけどもね。全部奇跡的な動画が撮れたんで、そういうタイトルをつけましたけど、皆さんはどうお過ごしでしょうか。そしたらコメントで星芋さんが、今ダウンロードしてる時ですよって1時間前に来てましたね。星芋さんスーパーカービィで入ってきたと思ったら、ダウンロードしてる間もスーパーカービィやってたってことなのかな。気づいてたってことなんですね、出たの。ありがとうございます。そしてドーナツ、お、新しいかな。あ、そうだ、ドーナツ PV で見えてたやん。でね、さっきエンターテイメント、どんなエンターテイメントよりもゲームは面白いって言ったのに、 俺は吉本新喜劇を見てしまったんかっていうオチでした。え、この2個とこれと、あー、またこのパターンや、この投げパターンや。でね、あそこに何かがあるな。あ、あ、届かんねこれ。あ、これや、オッケー、よっしゃ、2面も楽しんでいこう。これはでもちょっと早く出しすぎたか。この台は結局あっち側使えん、使えるけ、あっち側ちょっと試してみようか。使えんがな。じゃあ、え、あっち側ってどうやって使うなの。これ3個でいいんかな。じゃああっち側使えんって意味わかる。このボタンやね。ここはまあ基本やな。今までとちょっとあんまり進化はないですね。基本ステージです。ずっと同じメニューやし。これドーナツの上に何が乗ってるの。これドーナツ食べたくなっちゃう、食べたくなっちゃう。あれ、ちゃう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 、何してんだっけ。あ、揚げるんか、新しい、やっぱり新しいわ。そうやね、ドーナツは揚げだな。か、え、じゃあこの人何すんの。そっか、なんかルーティーンステージやな、これルーティーンステージ。このルーティーンで333で行くとぴったりクリアできますよ、ギリギリですよあれはっていうステージですね。あっち側投げれんだよねこれ。そこが難しい。え、これ何にいる。あ、通れる、ここ通れます、通れます、通れますね。そうなんや、ちょっと効率が分かんないですね。でも同じメニューしかねえから簡単なのは簡単やな。いや、でもなんかこれはちゃうな。この網を渡したら絶対あかんよね。皿を入れとくんやな、多分の皿を入れていくに違いないでしょう。ここ置けるやんね、通れんやん。あれ通れんかった。あれあれ通れ、あ、通れた、通、危ない、あ、落ちた。もうあのベターな落ち方しちゃいました。洗えばこっちなんや、簡単、こっちにあるのは簡単。うわー、調理中です。そっか、違う、ん、何が全然違う。これ揚げなかんの忘れてるな。ボールの後に揚げるっていうことがあんまり慣れてないんですよね。そういうことか、僕たちが。皿を渡すべきかな。皿渡すべきやん。かかかかかか、結構今回俺あのミスってますからね。
焼いちゃうっていうの、焼いちゃうじゃない、燃やしちゃうことなんてなかったの今まで、あんまり。あれ、なんで押したいの、あかん、2個しかいけん、あ、2個もいけん、1個しかいけんかった。オッケー、447。うん、でも全然簡単、まだまだ簡単、ベタやの、ベタやと思う。なんかハプニング大きいんかな。でもあんまりそのキャン、あのカーニバルをしてる感はないですね。カーニバルの人は一回つ、あの、ま、紛れてきたステージは一度されたかな、あったけど、ここはもうカーニバルは下の方でしてるから別に全然俺たちには影響がないっていう状態ですね。でカーニバルとドーナツの関係もちょっとよく分かってないですね。ただドーナツを作るのは初めてで、 PV にドーナツがあった。そしてドーナツの作り方はミキサーの後に揚げるっていう新しい新レシピやったってことですよね。ありがとうございます。一瞬カービィ、カービィじゃない、あれの音楽に似てるよね、ケビン。入れる？ちょっとが早いな、ミキサーは。だいぶミキサーが早すぎるな、これは。ちょっとそこ難しいとこやな。どうしたらいいんやろ、ミキサーが早すぎる場合。おい、皿渡しとこうかじゃん、その間に。間が通れるところが初めて分かったんで、え、何してんの俺、ちゃうな、ここで。あ、合ってるわ。こう、こうなんだ。ちょっとまだこのパズルが解けてない。何にもしてない、あいつ何にもしてない。いいよね、別に何もしてなくて洗ってるやん。あ、これもか。で今度はこっちの人が何もしなくなるのか。なんかでもいい台やな、この台、すっごい広い台やわ。最初から切るやつ準備しておきますわ。危ない、危ない。こんなんでいいんけ、皿もね、渡した方がいいよね。でしばらく待ってればいいやんな。多分それで間違いないと思いますよ。落ちそうやな、でもこれいつか落ちるぞ、これ。ただでは落ちるなってバイトに習ってたんですよ。あれ、あの皿取れんくね俺。いやー、ダメだ、あの皿取れね。そこにわずかな消火器や、しかも1個わずかな俺のミスが目立った。わずかなパズルや、わずかなパズル。たまたまうまくいってたよね、ここは。
え、でももうなやれんのや。21、これ多分またこのねあれが難しいステージなんやな、多分プラチナスターが難しいステージなんやな、これ絶対そうや、この感じ。そっか、687いけるんやったっけ、これいけんかったっけ、小節いけた。これがね800とかでプラチナになると難しいステージですよね。はい、ありがとうございました。2の1でした。もう夜中ですけど、みんなもまだ今やってるみたいなんですよね、オンライン見ます。そういう日ですね今日は、本当にカーニバル。そしてみんなと時をオンラインでつながってなくても一緒にできてることが嬉しいなと思いますけども。